おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、テーマを2つほどお届けしようかと思います。1つ目はですね、少年革命家ユタボンちゃんっていうのがね、いるんですけども、これは10歳の沖縄に住む小学生で、この方がですね、親の指示かどうか分かりませんけども、学校にいる他の人を見てるとまるでロボットみたいだっていうふうにね、言ってみればバカにして、自分は学校に行かないぞみたいな感じで、おおみたいな感じでね、学校に行かないことを宣言してたんですけども、でも最近また学校にねしれっと行き出してるってことで、それに対するねいろいろと意見があるんですけども、私思うのは、この彼ほどの10歳っていう時代を送ってきてない人が彼ほどの人をいい悪いって評価するのはまた妙な話だなと思うんですよ。やっぱり私はね、そんな人のことを評価できるほど大した人間ではないんで、ゆたぼんちゃんやるんならやれやみたいな感じですけども、ただやっぱりね、一つ私なりにこれはすごいなと思えるところがあるとすると、同級生とかね、学校の友達のことをロボットみたいだっていうふうに、揶揄してるわけなんですよ。いわゆるバカにしてるわけなんですよね。でもその環境にまた戻っていくってことはどういうことかっていうと、結構いい環境をみんなと作ってるんじゃないかなと思うんですよ。そこまでのことを言っても全然ね受け入れてくれるような学校とか友達関係っていうのを作ってきたということでね、なるほどなと思いました。それに比べるとですね、この少年に寄ってたかってなんですかね、いじめ抜いていると言ってもいいかもしれませんけども、好きかっていう、大人たちがいるっていうのはどうなのかなと、自分の人生そんな大したもんじゃないかなと思っちゃうんですけどもね。というとあんまり言い過ぎると、私もねそういう人たちをまとめて批判することになるんで、そんな現象があるかなと捉えていくばかりでございます。そしてですね、昨日嬉しいことがあったんですよ。これが2つ目の話題でございます。 Facebook からダイレクトメッセージが来まして、そこまではよくある話なんですけどもね、なんとですね、静岡の方で、私と同じね車を持ってますよみたいな方なんですよ。いや、これ嬉しかったですね。もう私静岡までねナイト2000で行っちゃいますよ、もうこうなったらということで、やっぱり発信するとこういう風な素晴らしいことがあるっていうのは、今までもね皆さんと一緒に体験したことでございます。速稼塾という発信をしながら皆さん一人一人とお会いできて、例のやつってものを発信しながら皆さんと一緒に利益を上げることができて万々歳だなと思います。もし私が仮にですね、今この時期に、もしくは今までに、ハイプ案件とかね、なんとか配当型、高配当型ウォレットとかね、怪しい暗号通貨の ICO とか進めてたら、多分皆さんとの関係は切れていたと思います。一回も私はね、なんか偶然自分が選んだものって全部うまくいってるんですよね。本当に奇跡です。はい、先進国では学校に行きたくても行けない子供たちが多いのに、こんな小学生それは知らないと。お、なるほどね。そうなんですよね、学校に行きたくてもいけない。日本っていうのは基本的に教育が湯水のようにね、ただ同然っていう風に感じれるように提供されてますけども、やっぱりよく言われることなんですけども、無料と思ってるものって無価値って思いがちなんで、多少のねやっぱりこう大変さは経験した方がありがたみっていうのがあるのかなと思っちゃいますけどね。いろんな意見があるとは思いますけども、私はですね、学校に関しましてはもう子供も生まれますしね、どういうふうな教育観念を持っているかというと、学校にしても何にしても学ぶ場所は世界のどこかからチョイスしようかなと思います。小学校に入る時でも別に小学校のね、たまたま近くにある小学校を選択しようと思わずに、少なくともねアジア中の小学校っていうものの情報を集めて選んでいただこうかなと思いますしね。で、私に至っていれば、どこだったかな、ちょっと国忘れちゃいましたけども、なんかパパママプロジェクトかなんかで、その海外のねお子さんたちにも私出資をしてるわけなんですよ。お金を渡して進学してもらってるんですよ。ですからそういうところに、そういう学校に行ってもいいなとか思っちゃうんですよね。子供の教育ってのは親がどんな人生を描いてきたかによって大方決められてしまうんで、私もちょっと責任が重いなと思うわけなんですよ。自分の視野とか判断力が小さければそれ以下の世界に子供を押し込めてしまうんで、なるべくね、先入観なく広く広く社会を見ていきたいなと思います。この支配からの卒業、そうですね、尾崎豊さんの卒業っていう歌詞はかなり共感するところがあるのは私も同じなんですけども、でも反対に言えばですね、自分で望んで高校に進学しといて支配されてると思うのって何なのかなと思うんですよ。別にその学校が嫌なんだったら変えてもいいわけですし、そもそも入学しなくてもよかったと。で学校のことをきちんと調べて、校則なりカリキュラムっていうのもきちんと把握した上で学校って選ぶはずなんですよ。もしくは保護者が勧めるはずなんですよ。だからそういうところがなくて、たまたま近くにあった学校入りました、自分の意にそぐわない学校でした、支配されてましたっていう単純なロジックっていうのは、まあ、当時もね、尾崎豊さんの曲を聴きながらもなんでじゃあ行ったのみたいなね思っちゃったりするわけなんですよ。まあまあそうは言ってもね、全部が理想的なコミュニティって見つからないと思うんで、そういったところに多くの方の共感を呼んだのかなとは思いますけどね。私も尾崎豊さんの卒業も好きですし、カラオケで熱唱する曲はForgetMeNot ですかちょっと恥ずかしいんですけどね、もう10年以上カラオケやってないですけどもまあ大好きですよ。ああいうね、アゲインストといいますかね、信者になるな、教祖になれみたいな感じじゃないですけども、尾崎豊さん自身は自分は10代の教祖なんかじゃないよというふうに言ってましたしね。まあそうですね、歌だから売れないといけないし、多くの方の心をつかんだということでは、やっぱり表現者って天才的だなと思うんですよ。たくさんの人がくすぶってる思いを一つの言葉にまとめてくれて、あ、これが自分の言いたかったことなんだよっていうふうにね、多くの心をねわしづかみにするっていう意味なんですよね。まあそういうことを考えると、ゆたぽんちゃんもやっぱりね、多くの小学生が思っている疑問とか、まあなんかね、不満っていうのを形にしてくれたっていうんですかね。それからやっぱりね、ナイト2000も多くの方の憧れを形にしてくれたということでね、まあうまくまとまったんじゃないかなと思います。さあ今後の予定ですけども、明日明後日と私は下津以降の方にね、岡山の方にお邪魔することになります。現地の方本当によろしくお願いします。そしてですね、15日21時からなんですけども、インドネシア東南アジア経済セミナーライブがございます。いつもの通りのメンバーで、お送りしますけども、私とね、ネオ FP 藤井と、それから今回は前回に引き続き千葉の広吾社長が東南アジアの経済について説明してくださいます。こちらの方はですね、できれば例のやつで増えた資産をさらに大きく増やすために活用していただきたいかなと思います。なんかね、盛りだくさんの特典があるんですよ。実は私はね、OCBC 銀行とか BRI 銀行にお金を預けて、で定期金利 7% よかったよかったで終わると思ったんですけども、そんなものじゃないんですよ。そこを入り口にして定期預金で増えたお金を、じゃあどういうふうにして爆発的に作っていくか、構築していくか、そして私の個人的な希望なんですけども、現地の法人と現地で住まいを持ちたいなと思ってるんですよね。なんとですね、プール付きの豪邸が2000万円で買えるというね、2000万円もちょっとポンと出せる金額ではないんですけども、でもやっぱりね、自分の子供が、家族がこれからこの世の中に生まれてくることを考えたら、自分の今持っている家の中だけが選択肢ではなくって、それこそね、海外とか東南アジア、もしくはヨーロッパ、アメリカ、あらゆる国に我が家ってものを持ってもいいのかなと思いますし、我が家のあるところに事業ってものがあってもいいのかなというふうに考えるんですよね。もともと私も今すべてのものっていうのは40歳を過ぎてこの6年で構築しましたんで、多分これから6年かければアジア法人っていうのをね、いくつか持つこともできると思いますし、それが完了するともう50代になっちゃいますけども、その時にアメリカ、ヨーロッパ、もしくは中東ですか、中東とかアフリカに同じようなスキームを持っていってね、速稼塾ワールドを作ってもいいのかなと思っちゃいますけどね。そうなったら私の会社は広島観光じゃなくてアジア観光株式会社かなと思います。あ、そうだそうだ、ちょっとね、最後に今日報告させていただきたいんですけども、新しい法人がもうすぐできる見込みです。法人名は i アジア貿易って言いましてね、 i っていうのはAI っていうふうに読むんですよ。 AI アジア貿易、貿易っていうのは海外との取引を指すんですけども、これをねトレードとも読むんですよ。ですんで、i アジアトレードっていうふうに通称は申し上げようかなと思います。定款の方にはですね、AI アジア貿易っていうふうになってますけども、社名の方は登録してますけども、株式会社でこれを始めて、これはね、自動収益会社なんで、特に代表は置いてるんですけども、特に活動することはないんですよ。会計処理ぐらいのもんです。あとは自動的に売り上げが立って、自動的にお客様のフォローアップがあって、自動的に入金されて、自動的にプロジェクトが立ち上がってみたいなことになりますね。これすべてインターネットを駆使した仕組みと、それから MLM を駆使した仕組みと、それから外注化、すべてプログラムによって行われてるんですよね。だから私ですら上がってくる帳簿を見るだけ、まとめるだけってことになってますんで、多分ね、私あんまり好きではないんですけども、自分で作った不労所得の初めての形だと思います。これはもちろんね、YouTube も収入源なんですよ。AI アジアトレードって会社があって、YouTube のアドセンス報酬も、匿名の YouTube アカウントから入ってきますしね。それから MLA の報酬も入ってきますし、インターネットを駆使した、そういった商品販売とかアフィリエイトの収入もあるという形で、本当にもう無稼働で売り上げが上がる形になるんではないかなと思って、1年半ぐらいシミュレーションしてきて、大体年収が700万ぐらいを超えたんで法人化したんですけどね。でもちろんこのスキームを誰かに売るつもりはありません。すごく大変なのと、売ったところで再現は非常に困難でございます。ですんでね、あ、できるんだなと。誰かの販売している、その不労所得とかね、ネットワークビジネスでよくある不労所得に参加しましょうみたいなのに別に参加しなくても自分で作れるなっていうふうに信じて3年間それをやってみたら、まあ、できたということだったんですよね。まあ、もちろん不労所得といっても永遠に続くかどうかは分かりません。もともと永遠に続くものなんてないんですよ。いつかは始まった以上終わるんですよね。だからずっとではないです。どんな関係もどんな人もどんな国もいつかは終わりますんで、私のこういった事業なんていうのもね、始まった以上は数年とかで終わる可能性もありますし、10年ぐらい続くかもしれませんし、数十年続くかもしれませんけども、確実にいつか終わります。なのでいつか終わるんで、その光り輝く時がね、たとえ短い時でも完全燃焼すればいいかなと思うんですよ。最もね、もったいないのはやらないことなんですよね。一日たりとも夢を叶えられないこと、憧れを実現できないこと。今私はトランザムのね、ナイト2000ってのを持ってますけども、これ例えばね、明日売ることになっても、でも数日間の夢とかを実現できたわけですから非常に満足ですよね。まあ、ただね、そうならないように今までもしっかりとポートフォリオを組んできましたし、これからもしっかりとね、経済状況とか、それから人格っていうのをね、磨いていかないといけないなと思うばかりでございますけどもね。今日はちょっと長くなりましたけども、以上のような形でございます。皆様もね、幼い頃から憧れたものがあるとしたら、それをね、たった一日でも手に入れる、それは本当に素晴らしいことであります。長続きしないといえばしないんですけども、長続きしなくても結局ね、長続きするものなんてないんですよ。人間の生命だって100年経ったらみんないなくなりますからね。だから我々は本当に限られた時間の中で何をね、実現できるか、そういったものを挑戦と呼んでるんじゃないかなと思いますよね。本日は以上です。長くなってすいません。